まず実習では中華包丁のことだったり、大きい中華鍋を煽ることの難しさも学びましたね。最初は全然食材も動かなかったし、煽ることが全然できなかったんですが、1年間やってしっかり鍋を煽ることができるようになりました。やっぱり技術面も、知識もいろいろ向上したんですけれども、料理する中で、衛生観念に気をつけなきゃならないですとか、料理のきれいに盛り付けることですとか、あと時間を守るとか、最低限できなきゃならないこと、社会人として必要なことも学ぶことによって、気持ちも調理師になる上での心構えができたなって思います。友達とたくさんの時間を共有できて、でその中でも切磋琢磨していろいろと乗り越えられたかなと思っております。1年生の頃にグルメピックに向けて、かつらむきですとか、梅花人参とか、むき物とかすごい練習して、みんなで競い合ってました。この学校は挨拶と返事にすごく力を入れている学校でもあるので、自然にその挨拶と返事ができるっていうのがすごく成長できたなって思います。今内定いただいているお店でアルバイトをさせていただいているんですけど、その研修先でも返事と挨拶いいねと褒めていただくことが多いので、すごくためになったなと思います。最初に学生にできた完成形をイメージさせます。それに対して、材料はこれ、それを仕込むのはこういう感じで組み立てて、最後にこういった形になるんだよっていうのを、まず学生の頭にイメージをインプットさせてから進めていきます。自分が好きなものっていうのはどんなことがあっても苦にならないんで、一生懸命できると思うんで、まず好きなものを見つけて、その好きなものが見つかったら、それを達成するために本当に一生懸命努力してねっていうのを伝えてますね。だからもう本当に元気よく明るい子、それで好きなものを見つけられる子だったら、誰でも挑戦してもらえればきっといい料理になると思います。